じゃあ行きますか。はい、お願いします。お願いします。ここがアラザル基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。何この数。シードも懐かしいね。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。ジャンプ。逆転の策って自爆装置。そういうこと。開かないよ核兵器は。お将兵にできることが戦うことだけなら。黄色いガンダム。オレルヨコプテズム君。あれ混ざってるな。オリオスガンダム。こちらクレストルビームサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい。了解です、急ぎましょう。はい。この基地、自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でも得られるわけが。ここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレルヤ発揮時に目標を迎撃する。小隊長、核兵器を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく宇宙世紀からもプレーグ現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史。わわわわわ、近い近い、すごいことになってるよ、すごいことになってる。ダブルオーとシードの世界が混ざってんのかな。もうあーダブルオーか。味方のガンダムがダブルオーのガンダム。これはどうだ。なんか見たことあるな。なんだっけなと思ったら、うん、そうだそうだ。そ、壁にくっついたらカメラが痛い痛い、後ろ切られた。痛い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 。あ、これ彼らの目的は何か。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地地球連合軍最高司令通称ジョシュアの制圧作戦だ。ザッと地上軍の大半が連れ込まれている。一気に戦争を終わらせるためには敵にもザクがいる。サイクロックス。うちにもザクがいる。簡単に言うと特大のマイクロ破発性溶装置。輻射熱で周囲の水分を振動加熱させる。で、あの大きさと数を爆発するまで分回したら。まさかマイクロ破壊熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。出てきた。マジザクじゃない。小隊長さん、アレイヤ君急いで。地上用のザクだ。マイクロ破壊熱が稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。いけー。はい。オリオスガンダムのブレイク反応。今度何。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら今の僕には戦う理由がある。いけー。わー、出てきた出てきた。痛い痛い痛い、挟まれた。消えた。自分の意識ブレイクアウトしたの。わーい。え、当たってないな。痛い痛い痛い。問題があるの。大丈夫。用意しよう。どれが敵かわかんない。見ない。どれが敵かわかんない。わかんない。悪いザクじゃないよ。艦長、すぐに撤退だ。いろんなところで気をつけて。たとえ力を落とすとしても、それで戦争が終わるとは思えない。ごちゃごちゃだね。あら、それにあら、大きさがすすり。これはあ、おいけるんだ。ジオンのモビルアーマー、その最終型だよ。どうしてくれたの。痛い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 。あ、足フォースもおかしい。はい、この部分確認。何が来た。おー、出るぞ。 EC8 だ。ああ、よくられた。エクストラグレート。はーい。アイナさんなんだろ。はーい。いないか。俺だ。シロウアムだ。生きているなら返事をしてくれ。
シロハマタ。鳥肌立つ。鳥肌立つよ。話聞いてると鳥肌立ってくる。痛い。なんだ。このままでは嫌だ。死ぬのも生きるのも二人一緒だ。危ない。痛い。ここからのブレーク修正不可能。どうやってブレーカーを。届かん。うわあ。潰された。もう撤退してください。危険です。諦めるな。希望はある。天田少尉、そんなこと言ったって。アイラ、好きだ。いや。まあ戦争が終わった後かな。ね、どうやって、すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。鳥肌が立った。拡張パーツ、これいいじゃん。お、陸戦型ガンダム 100% ガンダム、追加されました。白はあまたの陸戦型ガンダムです。あ、これは2個なんだね。アリオスガンダム、はい、さっきの黄色いガンダムだね。解放を、飛行機になるやつ、ね、解放しました。陸戦型ガンダムはほぼジムだもんなって。